第23回おむすびミーティングが平成22年3月15日開催され、おこしやす山科協議会の皆様と門川市長が意見交換を行いました。おこしやす山科協議会は平成18年9月京都市の東の玄関口である山科の観光情報や魅力を広く全国に発信し、山科のにぎわいと活気を創出し、山科の産業、商業、地域コミュニティの発展をはじめとするまちづくりを目的に設立されました。これまでに観光マップの作成や配布、区内への観光案内板の設置を行ってこられたり、京都山科観光ウィークなどの観光イベントも実施されています。今回のおむすびミーティングでは、これまでのおこしやす山科協議会の皆様が行ってこられた取り組みや実績、また今後の取り組み、山科区の観光振興の現状や課題について意見交換が行われました。その中で門川市長は、山科は素晴らしい文化遺産が多くある歴史と伝統の町であります。その山科の持つ魅力を発信していこうと、皆さんが心を一つにして活動をされている姿に感銘いたしました。そういった山科を愛する人々の気持ちが広がれば、マンパワーとなってより大きな力となると思います。現在京都の観光は東山、嵐山に限られています。その動きを京都全域に広げていくためにも、観光山科、観光という言葉をキーワードに、京都市も皆様と共々に頑張っていきたいと思います、と述べました。